パブロ・ハビエル・サバレタ・ヒローは、アルゼンチン・ブエノス・アイレス出身のバスク系、アルゼンチン人、サッカー選手。ポジションはディフェンダー。両、サイドバックと、両、サイドハーフでプレーする。1997年から、c a ん、ロレンソでアルマグロのユースチームでキャリアをスタートさせ、2002年にトップチーム昇格を果たした。2005年7月1日に、 スペインの RCD エスパニオールに移籍した。2008年8月31日、イングランドのマンチェスターシティ FC に移籍。移籍後は、生え抜きのマイカ・リチャーズとポジション争いを繰り広げた。2011から12シーズン後半からは、リチャーズの故障もあり、スタメンに定着。粘り強い守備と的確で、効果的な攻撃参加で、チームの優勝に貢献した。 翌シーズンからも指揮官のロベルト・マンチーニの信頼を勝ち得、指揮官のフルス・インテルからやってきたマイコンとのレギュラー争いを制した。マンチーニ解任後にやってきたマヌエル・ペレグリーニからも信頼され多くの出場機会を得ている。その後も右サイドバックの絶対的な主力だったが、2016から17シーズンを最後に退団。クラブからは、 シーズンチケットと自身がシティで出場した試合数を表したサーベレッタ333と書かれたシャツをプレゼントされた。2017年5月16日のホーム最終戦の試合後対談セレモニーでスピーチを行った。5月26日、ウエストハムユナイテッド FC と2年契約を結ぶことが発表された。初年度は右サイドバックのポジションを守った。 2018から19シーズンより、シティ時代の恩師であるペレグリーニが監督に就任した。同シーズン中には引退の噂もあったが、契約を1年間延長した。2019から20シーズンは公式に自身最後のプレミアリーグでのシーズンになることを明言した。2020年1月10日のシェフィールド優先で、南米出身の選手としては3人目となる。 プレミアリーグ300試合出場を達成した。アルゼンチン代表として 2003FIFA ワールドユース選手権に出場した。また 2005FIFA ワールドユース選手権ではキャプテンとしてセルフィオ・アグエローやリオネル・メッシュと共に優勝に貢献。2008年には北京オリンピックにも出場し優勝に貢献した。母国開催のコッパ・アメリカ2011では右。 サイドバックのレギュラーとして出場した。2014年ワールドカップにも出場。ボスニア戦でワールドカップデビューを飾り、準優勝。ありがとうございます。